皆さんこんにちは。ようこそグミの木へ。今日はチンチラのゴマのカラーであるホワイトバイブについて特徴を紹介します。ぜひ楽しんでご覧ください。まずはチンチラカラーの一つであるバイドについて紹介します。モザイクとも言われるカラーで、白色にグレーや黒などの他の色の柄や模様が入ったカラーです。耳がグレーなのが特徴で、ホワイトとの大きな違いになっています。体全体の表面がうっすらグレーがかっているものをシルバーパイド、全体がほとんど白いものをホワイトパイドと呼ぶそうです。日本ではパイドと呼ばれることが多いですが、世界的にはモザイクと呼ばれることが多いカラーとのことです。白い部分が多い方が価格が高い傾向にあり、ゴマはだいたい8万円ほどでした。柄が入る場所は個体によって異なるので、ゴマのようにおでこ全体がグレーがかっている子もいれば、耳や鼻に黒い柄が入っている子など様々な模様の子がいます。それではゴマのカラーをじっくりと見てみましょう。このようにパイドにはそれぞれ個性があり、同じ柄の子はいないので、出会いは一期一会、大切にしたいですね。このチャンネルではデグーとチンチラの日常やお世話についての便利グッズなどの紹介をしています。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。